僕はブランダイス大学の4世のダムゴルスタンと申します。どうぞよろしくお願いします。去年僕は KCJS という京都にある留学プログラムに参加して1年間日本語や日本の文化を勉強しました。秋学期の初め、蒸し暑い9月のある日のことでした。その日は初めての授業の日で京都大学へ行こうとしたんですが、道に迷って全然わからなくなってしまいました。嵐山のホストファミリーの家から京都大学までは45分かかるはずだったんですが、駅へ行くと10分しかかからないバスがあると聞いて、すごい早道だなと思ってそのバスに乗りました。西も東もわからない僕は、10分の間窓から外を見ながら、早く行けるぞと嬉しく終点が来るのを待っていました。運転手が京都大学ですと言うので僕は降りましたが、そこは全然京大見たくなかったんです。一体僕はどこにいるんだろうと KCGS でもらったチーズを出してみましたが、何も分かりません。せっかく早く家を出たのに、これでは絶対に遅れてしまう。本当に自分に怒ってしまいました。村には駐車場以外に何もなかったので、店が何かを探して歩きました。見つけた店はボーベルベルティのケーキショップでした。店員が行き方を教えてくれましたが、店の奥から店長まで出てきて、車で連れて行ってあげるよと言うではありませんか。びっくりしてしまいました。店長は見知らぬ僕を BMW に乗せてくれ、30分の間はすごく楽しくて、2人ではいろいろ話しました。京都大学のこととか、僕が日本語をペラペラ話せるようになりたいとか、 BMW とかアメリカのことでした。店長もいつかニューヨークへ行ってケーキショップを開きたいという夢についても話してくれました。学校に着くと友達や先生方にこの話をして、キッチンにいる間いろいろな人に繰り返しました。僕はすっかり感激してしまったんです。教室で日本語で会話をしたことがあっても、この経験で初めて日本語を使って何かつながりを作ることができました。誰でも困った時に助けてもらえば感謝しますけれども、僕はその時には連れて行ってもらったこと以上にもっと大切なものをもらったと思います。それは自信です。どうしても聞けなければならなかったこと、自分の夢、両親の住む目などのことなど一生懸命色あそうと知ったり、また相手の話を聞いたり、本当の意味で日本語を使った初めて経験になりました。その経験があったからこそ、今の僕は機会があれば一生懸命恥ずかしさを忘れて日本語で話をしようとします。言語はコミュニケーションの道具ばかりでなく、相手の言語を話すことは本当に特別なことなのだと思います。言葉は文化や人々の性格と絡み合って、相手の言語を話せば本当にその人のことに関心を持っているということを示せると思います。そういう努力が感じられれば、話すことは完璧じゃなくても心が曇っていて価値があると思います。僕は今でもあの店長のことを思い出します。あの人のおかげで KCGS でも授業でちゃんと話す自信、またアメリカに戻っても日本語を続ける自信をもらったと思います。僕はいつかあの店でチーズケーキを買ってありがとうございましたと言いたいのです。僕にとって店長が想像する以上に、それは本当にそれは本当に意味がある贈り物でした。
ました。